その音はまた別にあったよ。確か。なぜ知らないあの CD なんですか。いや、そうしか思い浮かばない。白石涼子の CD の方が買いたいですよ。そうしか思い浮かばない。エレベーター使って3階なんだ。あの東京とかは基本こんなんです。これ札幌なんで。しかも3階しか止まってないし。誰かいるという。特にあのあれですよ、横浜のメロンブックスの。しかもひどいのはエレベーター使わないでくださいから。階段だね。